みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。へ、hey, い、せい、ジャンプ、イカ・ジャンプ、の山田涼介、31、が主演を務める7月5日スタートの新ドラマ、ビリオン×スクール、フジテレビ系、の主題歌が、Ado の新曲、ルルに決定したと発表された。写真、ザラで母親とペアルックで買い物をする山田涼介。これを受けて、ジャンプファンの間で、主題歌、ジャンプ。 というワードが X でトレンド入りし荒れる展開となっている。ジャンプはデビュー17年で、かつては CD シングルを年に3枚はリリースするのが通常でした。それが、22年は山田さんの主演ドラマ主題歌を含むトリプル A 面シングル、AREA、e、恋をするんだ春元帳を1枚。23年も同じく山田さん出演ドラマ2作品の主題歌、リアーマイラバー。 裏表が両英面でまたしても年に1枚とシングルリリースが活発とは言えない状態にあります今も前作から1年以上経過しているので山田さん主演の「ビリオン×スクール」が決まった時点で主題歌はジャンプが担当するとファンは思っていたでしょうところが別なアーティストが担当することとなり落胆が大きかったようですレコード会社関係者団 X 上では え主題歌ジャンプじゃないんだジャンプ干されすぎだろ年一もシングルでないの笑えん主題歌ジャンプじゃないの驚きよりも心配が勝つんだけど本当に今の事務所で大丈夫独立した方がいいんじゃないシングルも出ないし音楽番組も出演ないしビリオン×スクールの主題歌ジャンプじゃないなんてそんな裏切りあるとなぜ主題歌がジャンプの楽曲ではないのか ジャンプは干されているのではないかと不安や憤りを感じるファンの投稿であふれた。また、ドラマ公式 X でアドが主題歌を担当するという投稿に対しては、ジャンプファンから、なんでジャンプが主題歌じゃないの。アドは好きだけどこれは違うって思ってしまう。見る気うせた見ないなど、ドラマ公式への直接批判とも見れるような引用リポストも見受けられる事態に。そんなファンたちに対し。 主題歌「ジャンプ」じゃないからって公式非難する「ジャンプターン」恥ずかしい。毎回毎回山田くん頼りじゃなくて主題歌はおろか演技仕事も持ってこれない時短に文句言ってくれ。「ジャンプ」になって文句言う割に CD 買わないアルバム買わないでも現場は来るっていうところやばいんだよな。今回も主題歌「ジャンプ」じゃないことに怒ってるけどじゃあ CD 発売してちゃんと買うの。 ジャニファン同士が非難し合う投稿も見られた。近年では、中島優と30、刃物系、33の出演ドラマ主題歌をジャンプが担当するも、アルバム収録になったり、配信リリースになったりとシングル発売がなかった。それだけに、ビリオンかけるスクールは山田の主演作ということで、今度こそ、と強い期待を抱いていたようだ。一方で、 同じ7月期富士系ドラマ「海の始まり」の主演は SnowMan の目黒蓮27だが主題歌はバックナンバーが書き下ろした新しい恋人たちにに決定している山田さんと目黒さんどちらもスタートエンターテインメント旧ジャニーズイカスタート社所属で主演を務めますが主題歌は担当しない 去年から大引いている聖火害問題が関係しているのではないかとファンは考えているようです。ただ、聖火害問題以前に、メグロさんが出演し大ヒットとなったドラマ、サイレント、フジテレビ系の主題歌も、スノーマンではなくオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでドラマの映像美とトストーリーにマッチしていて、相乗効果を生み出していました。そのためか、 今回、目黒さん主演の海の始まりを切ない楽曲でヒットソングの多いバックナンバーが担当することに、ドラマ作りに本気なのだ、と好意的に受け止めているようです、番組制作会社関係者団。山田と目黒が同じクールにドラマ主演し、別のアーティストが主題歌を担当するも、ジャンプファンとスノーマンファンの反応が分かれていることについて。ススノノタンンンはサイレント主題歌スノーマンじゃなくても文句言わず 称賛してたのに、ジャンプたん、ビリオンの主題歌、ジャンプじゃないとなったら、批判するって何なの ?W 相変わらずの民度だね、W。とあおるようなポストもあるが、ジャンプとスノーマンは置かれている立場が違うからだと話すのはスポーツ指揮者だ。スノーマンはデビュー4年半と歴はジャンプより短いながら、毎年に3枚はシングル発売しており、毎度70万枚。 100万枚を売り上げるという驚異的人気です。今年に入ってからの2枚のシングルはどちらもダブルタイアップの両 A 面。ラブトリガーウェルゴートギャザーは岩本照さん31と渡辺翔太さん31のそれぞれの主演ドラマの主題歌。ブレイクアウト君は僕のものは」はラウールさん2 0 の主演映画と渡辺さんの主演ドラマの主題歌が収録されている豪華な内容になっています目黒さんに頼らずともたメンバーの出演作にいくつもタイアップがつきシングルがパワーアップする好循環になっていますよね対するジャンプはデビュー以来シングル売り上げは10万枚台20万枚台大ヒットとは言い難い枚数で近年は山田の出演作主題歌からのシングル発売という流れが頼みだった それだけに、ファンが敏感になるのも無理はないだろう。シングル発売がないと必然的に歌番組にも出演する機会が減ります。また、長年続いてきたジャンプの冠番組、いただきハイジャンプ、フジテレビ系、も今年3月に終了してしまいました。後継番組のいたジャン、和親や枠に移動するなど、ファンが供給不足だと嘆くのも仕方がないのかもしれません。前出スポーツ指揮者。 まだ「ビリオン×スクール」でジャンプ楽曲が挿入歌など主題歌以外に起用されている可能性もゼロではないがジャンプの売り出しを不安がるファンの気持ちはスタート者に届いているだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。